アメリカ軍のレギン姿キャハン。2008年開催の歴史再現イベントにおける撮影。キャハンとは、すねの部分に巻く布、皮でできた皮膚、ゲートルとも。活動時にすねを保護し、障害物に絡まったりしないようズボンの裾を押さえ、また長時間の歩行時には菓子を締め付けて、鬱血を防ぎ足の疲労を軽減する等の目的がある。日本では、 江戸時代から広く使用され、現在でも裾を引っ掛けることに起因する事故を防いだり、足首や足の甲への受傷を防ぐ目的で着用を義務付けている職場があり、作業服などを扱う店で販売されている。江戸キャハンフランス軍のレギンス型ハンキャハンいわゆるレギンス型とは、面積のある一枚ものの布、または南、軟皮をバックルやボタン、バンドなどで固定するもの。 足の甲を覆う形状のレギンスでは、靴の土踏まずにかけるベルトを備える場合がある。世界の軍隊の装備としては、第二次世界大戦頃までは工術の巻きキ,キャハンと共に、装壁を成していたが、戦後は、網上げ式の半長靴の普及によって取って代わられ、儀礼的な軍装品としてのみ形を残している。民間においては、溶接業、製鉄などの金属工業、 機械工業などの職業分野で足首と足の甲を保護するために多用されており、面ファスナーで固定する製品もある。スネ全体ではなく、くるぶしあたりの実を巻く小ぶりのレギンスは、タンゲートルなどと言われる。また、高革のスネ当てである、革キャハンは、主に乗馬長靴の代わりとして用いられた。日本陸軍兵の巻きキャハン。一貫して均等に巻き上げるのではなく、 中ほどの二巻では、すねの正面で布を折り返すという、日本軍独特の巻き方がわかる。なおこの写真は、サイパンで降伏した際に撮影されたもので、カービン銃と団体は、アメリカ軍のものを所持している。巻きキャハンとは、包帯状の細い布を巻いて、キャハンを作るもの。19世紀末頃から使われ始める。世界の軍隊の軍装品としては、 第一次世界大戦をピークに、第二次世界大戦頃まではレギン姿や長靴に、並んで各国の軍隊で広く用いられた。キャハンの一端にはキャハンを最後に縛って固定するための紐が取り付けられている。欠点としては、上手に巻くには、慣れが必要で、着脱に時間がかかり、高温脱出の環境下では白身など、害虫の温床になりやすい。第二次大戦後に、 網上げ式の半長靴が普及するにつれて取って代わられ、レギン姿と異なり、儀礼的な軍装品としても型を残していない。民間では、第二次大戦頃までは、軍隊と同様に広く普及していたが、現代ではほぼ廃れている。古都戦キャハンのイミエンパークドイツ帝国陸軍、時代、第一次大戦後期にも、物資不足並びに省力化のために支給されていた。 ありがとうございます。